記録を狙ったのかよく聞かれますが、それはパフォーマンスの流れの政治に終止符を打つためです。強い日本を取り戻すため、あえてこの選挙区を選びました。私が訴えたいことは、至って当たり前の言葉です。しかし、その当たり前のことが当たり前でなくなっている、この現状に危機感を感じているのは私だけではないです。国内農業に介入していただいてもらすだけではない、我が国の伝統文化、地域社会、医療などを介する TPP は断固に反対いたします。また、日本人として戻り、道徳、批判意識の改善に努め、新しい国家の歴史観に戻り、道徳の見直しを行います。今の本格的な国民上に戻ることもできない被災地の皆さんに対しましては、国民への形で地域経済の再生、雇用の回復を図ります。また、在家市の環境問題に対しましては、宣伝プロセスをゼロから直します。政治は法の制度になっています。フォーマスばかりの発信政治はもう必要ありません。変えるのではなく変えましょう。日本の日本人の原点、日本を取り戻す戦いが今始まります。どうか最後まで苦しい戦いですけども、私たちが皆
皆様こんばんは。ただいまご紹介をいただきました自由民主党第三選挙区支部長を仰せつかっておりまして、来る12月16日の衆議院解散総選挙では自民党の公認候補として立候補を予定させていただいております柳田和男でございます。本日は皆様大変お忙しい中、このように多くの方々にお集まりをいただき、決起大会盛大に開催されますことを心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございます。本日私たちは決起をいたしました。それはこの地域の本当の政治を取り戻す、パフォーマンスや口先だけではない、本当に地域に根ざした地域の皆さんの声をちゃんと聞いて、それを国に届けて政策として作り上げ、それをこの地域に持ち帰っていく、この当たり前の政治、これをこの地域で取り戻すための戦い、これに決起をしました。本来国会議員というものは地域を代表し、その声を国に届けられる唯一の存在でありますから、地域にしっかりと帰ってきて地域の皆さんと対話して集会を開き、地域の皆さんの声を一つ一つ丁寧に受け止めて、市長会議員、県会議員と協力をして対話をして、そして政策として国に訴えていく、この当たり前の仕事をやることが国会議員の務めであります。ところが今はどうでしょうか。私はこの場で他者の批判をする気はありません。ところがこの地域に全然目を向けない、大阪にばかり目を向けている、党勢の拡大、ひいては党の延命ばかりを今狙っている、そういった政治家この地域にいる、これがこの地域の実情ではないでしょうか。それが震災から1年半経っても未だ復興、本格的な復興ができていない、この地域のそういった事情の原因にある、私はそのように考えています。この地域は今経済的に極めて厳しい状況にあります。風評被害、除染、こういったものを早く進めて、観光業、農林業、そして地域経済では建設業、公共事業をしっかりとやっていく、こういった経済対策をしっかりやらなければいけない。そのためには地域の皆さんの声をちゃんと聞かなければいけない。それが今全くできていない。この当たり前の政治の在り方、これを取り戻すために我々は今日決起をしました。そのために掲げた言葉が三区一新。三区を変えなければいけない。これまでのしがらみから解き放たれて、本来の政治のあるべき姿を取り戻す、これが三区一新であります。この三区一新の新という字、これを新しいという字を使っています。しかし私の心の中ではこの新という字は心です。三区に一新、国会議員の仕事、この地域のために全てを投じる、これこそまさに国会議員の仕事です。ですから私はこの心という私の中では心三区に一心なのです。この選挙戦、皆さんに大変多くのご支援をいただいております。まずはじめに政治生命をかけて決断をされた先生方、そして多くの先生方に立場を超えてご支援の決断をいただいています。そしてまた毎日毎日一軒一軒歩いて回られている多くの皆様方のご苦労、そして朝から夜まで事務所に詰めていただいている多くの皆さん方、そして今回ご推薦をいただいた各種の団体の皆さん方、リーフレットの配布、看板立て等で大変なご支援をいただいております。そして今回ご推薦をいただいた先の県会議員の決選挙でも大変なご支援をいただいた公明党の皆さん方、
多くの皆様方のご尽力、ご苦労のもとに、今の拍手がございます。大変ありがとうございます。しかし私は、この選挙戦、屋良一郎のためにご支援をいただいているとは思っていません。これは、この地域のための、皆さんのための、皆さんご自身のための戦いなんです。屋良一郎にご支援いただいている、そんな思いは私にはありません。ただし、私には勇気があります。今この流れが盛り上がってきました。しかし、この厳しい選挙と言われる中で、やります手を挙げた。その時は大変厳しい情勢だ。その中で勇気を持って手を挙げたのは私であります。その勇気、皆さんにどうか買っていただきたい。そして、私はこれから政治家として活動してまいります。その中で、すべての批判は、この屋良一郎、屋良一郎という名前で受けていくことになります。私にはその覚悟があります。しかし一方で政策を作る上では皆さんのお話をちゃんと聞き、皆さんと共に政策を作っていきます。これはしっかりとお約束を申し上げます。この選挙戦、今大変盛り上がりを見せてきました。そしてその裏を返せば、今を代表しているこの地域の国会議員、あの方からもうすでにこの地域の皆さんの心は離れている、そうではないでしょうか。この状況下にあって、今我々がこの地域の政権を取ることができなければ、選挙後一体この地域にはどんな政治が待っているでしょうか。もうこれだけ心が離れてしまっているんです。今よりももっとこの地域にとって厳しい、全く政治が機能しない、そういった状況が来るのではないでしょうか。したがってこの選挙、必ず勝利をして3区を一新しなければいけないんです。本来の姿、この地域の本来の姿を取り戻すことが3区一新であります。何も新しいことをしようとするのではない。この地域は本当に素晴らしい方々がいっぱいいらっしゃる。そして自然にも恵まれ、歴史的にも素晴らしい、産業でも均衡の取れた素晴らしい地域でございます。そうした中で主要産業である農業、これに賛成をしている、これが対立する政党の党首であります。 TPP、 これは絶対阻止しなければいけない。これは農業に壊滅的な打撃をもたらすだけではないんです。一般の生活を送っている皆さんにも、食品の安全性、医療、地域経済、すべての面で極めて深刻な状況をもたらす、こんな危険な協定を進めようとしているのが対立する政党の党首なんです。どうか皆さん、多くの方々にこの TPP の問題点についてお話をしてください。この TPP がこの選挙の争点であると言っても過言ではないんです。この TPP を絶対に阻止して、この地域の農業、地域経済、すべてを私は守ってまいります。それをお約束申し上げます。そして12月の16日の選挙、どうか皆さん最後の最後まで力を貸してください。お願いします。この地域を取り戻す、本当に極めて重要な選挙なんです。この選挙に勝たなければ、その後待っているのはどんな姿か、それをもう一度ご想像いただきたい。そして屋良一郎は先頭に立って、すべての批判をこれから受けてまいります。そして皆さんのもとに必ず伺いして、そして地域の皆さんとしっかりと話をしながら、本当の政治を取り戻すために精神性、全力を傾けてまいります。どうか皆様よろしくお願い申し上げます。
残された期間はわずかですが、必ずこの選挙に勝って12月16日勝利を収め、皆さんでそこからまた新しいスタートを切りましょう。大河内さん、もう一度12月16日にここで皆さんで一堂に会して新しいスタートを記念しましょう。どうか皆さん、最後の最後までご支援のほどたまりますよう、よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。日本再建、日本を取り戻すために、ありがとうございます。